お世話になります、ひとりでございます。冠の雪原といえばダイマックスアドベンチャーですよね。ご存知の方も多いと思いますが、ダイマックスアドベンチャーでは開始してから3回連続でリセットしてしまうとマックス鉱石を3個支払うというペナルティが課されます。で、実はこのペナルティはリセットする回数が増えていくと、それに従って支払うマックス鉱石の数も増えていくとの情報があるんですよね。ではリセットをしまくったらどうなるのでしょうか。支払う個数が100個とかとてつもない数になるのでしょうか。それとも限度があって特別なセリフが出てくるのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回はダイマックスアドベンチャーでリセットしまくったらペナルティはどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。やり方についてはまず出発するですね。これレポートに記録しますから、ちゃんとこれやって、それでリセットしていくって感じになります。まあみんなで挑戦やるとみんなに迷惑かかっちゃうんで、一人で挑戦でねちゃんとやってきますと。でこれレンタルして、一応まあこれどこまで進めばいいかわかんないですけど、とりあえずここは、先に進んで、多分ここでいいのかな、ここでリセットして大丈夫かな。はい、これで1回目ですね。1回目は前回ダイマックスアドベンチャーを途中でやめてしまいましたね。 あそこまで行けば大丈夫なんですね、選ぶとこまで。はい、それで一緒に参加している人たちに迷惑がかかりますので、まあこれはかかってないですね、ちゃんと私はその通りやっておりますんで、今後は気をつけてくださいねということなんですが、また、リセットしていきましょう。出発するで、レポートに記録しますが、まずこれでね、ペナルティを引き起こしていきたいなと思います。まあ一人で挑戦で必ずやって、それでここはねもうリセットしていいと。まあこの名人になっていきたいと思います、リセット名人にね。でまあ当然のことながらというのもおかしいんですが、何も起こらないと2回目は、普通にいけるということですね。はい、またリセットしていきましょう。はい、で3回目についてはダイマックスアドベンチャー途中でやめるのを何度も繰り返していますねとなって、ペナルティとしてマックス鉱石を3個支払っていただきますとなりますので、ここで払ってやっていくわけですね。ちゃんと私マックス鉱石十分に用意してあるロムでございますので、このまま上げてダイマックスアドベンチャーに挑戦してくださいねって言われるわけですね、最後まで。それでまた出発するをやっちゃっていいんですよね、これで。やってそれですぐ切っていきましょう。約束をちゃんと破って、ちゃんとっていう言い方あれだけど破っていっちゃいたいと思います。ここではいリセットしていきましょう。研究員の言うことなんて聞かねえんだよ、俺はそういう常識に縛られねえっていうスタンスでいきましょう。はい、これでまたいきますよ。ダイマックスアドベンチャー途中でやめるのを何度も繰り返してしまいますね。これどうなんだろう、これ初めて、あ、4個になってますね、ちゃんと。やっぱ増えることは確かに増えるんだ。それは私知らなかったですね。多分有名なのかもしれないですけど、私は知りませんでした。あ、4個支払っていただきますね。いいよ、支払ってやるよ。いいよ、いくらでも支払ってやる。それでダイマックスアドベンチャーにご出発なさいますか。で出発すると、それで、ここでまた切っていくという感じですね。はい、でこれでまた見ていきましょう。何度も繰り返して、あ、やっぱ5個に増えてますね、5回目ですから。なるほどね。あ、でさらにしかも、そっか、マックス鉱石ちゃんと消した後もそのマックス鉱石減ってますから、あ、だからその数が増えてきますけど、1回支払えば済むってわけじゃないんだ。だから今、345って払いましたから12個もう支払ってるって状態なんですね。だから出発するでもう一回記録していっちゃうと、ここでちゃんとセーブされるから減ったまま行くことになっちゃうんだ。めちゃめちゃ増えるってことなんだ本当に。はい、これで、また言われて6個になってますね、ちゃんと。やばい、私ちゃんとこのロムで来てよかったわ。他のロムだったら足りなくて終わってたわ。出発するでもうめちゃめちゃ使っちゃいましたね本当に。はい、またリセットしていきましょう。はい、これでまた来て、あ、7個まだ行く。これどんどん行っちゃうんじゃね、もしかして。最初544個だから25個も減ってるってことか。結構きついね。出発する、はい、記録する。もうこれ上手くなってきたわ、なんならこんな身につけなくてもいいこと。はい、また行きますよ。また叱られて8個に増えてる。これずっと行っちゃうんじゃない、これきついわ、それ本当に。消費が激しすぎるわ本当に。 OKOK、 はい、ここで9個になってますね、また。おい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 、やばくねえかそれ。もうやばい、こんな使いたくないって本当に。マックス鉱石はそんな有限なんですよ、無限にある資源じゃねえんだよ。環境問題考えろ。はい、これでペナ、あ、また10個になっちゃった、やばい。ちょっと待って待って、めっちゃ減ってんだけど、もう下手したらもう50個ぐらい使ってるかな。もうやばいってマジで。これ検証終わんなかったらやばいぞ、私のやつが減って終わりになるってだけっていうね。いや、そりゃきついって本当に。頼むよ、終わってくれ。あ、10個だね。おい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 、ちょっと待って本当に。これもしかしてまた10個ってことは、ここが上限ってことか。これマジか。じゃあこれ終わり、
これ以上いかないってことかな。ここ上限だとしたら、まあまあ意外と良心的じゃないか。まあまあまあでもこれ10個で多分上限っぽい気がしますけど、わかんないんで、あとだからこれ11回目ですから、まあ20回目ぐらいになるまで、つまりだからあと9回か、一応やってみましょう。この上限が変わんなくても、まあいきますよ。何があるかわかんないですからね。はいはい、リセットしてって、はい、また中身見て、あーやっぱ10個ですね。だからもう10個って考えていいか。まあでももうちょっとやりましょう。わかんないですか、なんか一気に例えば20回に達したら一気に100個に増えるとか、そういう可能性もなくはない。まあそれはない、さすがにない。だってそれやっちゃったらさ、もう一生参加できなくなっちゃうからね。もうやる気そがれて、もう最初からにするとか、そういうレベルになっちゃうんで、まあ、とりあえずでもやってみましょう。これ13回目も10個でしたね、やっぱり。はい、ここでリセットしていきましょう。はい、14回目いきましょう。ここもまた10個だ。もう分かってんのにやるの辛いけど頑張るぞ、この先も。私はマゾヒストではないんですが。はい、リセットしますよ。はい、15回目いきましょう。これで、あ、まだ10個だ。分かってんだよ、でも。これ分かってんの。はい、16回目も当然10個。当然つっちゃってるけど、まだ分かんないよ、そこは。頑張るしかない。はい、ここで17回目も10個、当然。もうやだ。はい、ここで、リセットも渡して。はい、18回目来い。18回目来い。あー、10個だ。うわーっていうリアクションもおかしいけど。あと2回で頑張れ。はい、19回目行きましょう。あ、もう10個だよ。知ってるの？それはもう。いやー、吸い取られていく。また、19回目も。あ、10個だ。よし、ラストのリセット。はい、ラスト20回目。来いよ、ワンチャン来いよ。100個来い。100個来い。面白い、映えるやつ来い。来ねんかい。来ねんかい。なんかもっと100個とかなれよ。倍が足りねえんだよ。でもどっちにしろもうきつい。もうめっちゃ減った。150個くらい使っちゃったか。うーわ、最悪じゃん。鬼かよ、この研究員。もう全部自分が頑張ってやったやつ全部吸い取られたわ。まあでも10個以上は増えないっていうのがありがたいのかな。ということで検証結果、ダイマックスアドベンチャーでリセットしまくったら支払い個数の上限が10個で、その後はずっと10個支払うことになるでした。ここは非常に良心的なっつったら言い過ぎかもしれませんが、まあ良心的な設計ですよね。でも先ほども言いましたが、逆に言えばマックス鉱石を10個払えば何度でもリセットできるので、厳選をやっている方はこれを有効的に使うこともできるかもしれませんね。遅刻に罰金を設けると人は心理的に罰金を払えば遅刻してもいいという風に解釈し、遅刻が増えると言われてたりしますので、この仕様があることで逆にリセットを繰り返す人も増えそうですね。多分どうやってこの心理説得しても変わらないでしょうね。